はい、どうも、女子美容です。ブラックです。ということで、今回もですね、ウィニングレバープリ2020やっていこうと思うんですが、今回はですね、ファンズチョイスからの選手ということで、はい、ケインですね、うん。今回紹介していこうかなと思うんですけど、ケインは PSO だと代表のケインで来てるんだけど、アプリで言うと初の、そうだね、登場ということで、今回その3トップの真ん中っていうことなんですけど、3トップの真ん中にちょっと使います。オフェンスエース98、決定力98。ですね。で、まあ、結構ね、ボールコントロール系も高くて、はい、グランダーパスとかもね、しっかり高いっていうのが、まあ、ケインいいところ。まあ、何でもできるっていう形なんですよ。身長もでっかくて、うん、あのまあ、オフェンスエース決定力が突出してて、で、スピードとか瞬発も全くなくはなくてって感じなんですけど、うん、2トップとかソルバッケンとか守備の中で試したんですけど、3トップで使っていくっていうのは、やっぱりその、ある程度距離が離れてた方が、ケインは強いかなっていう。なるほど。やっぱそのケインってちょっとむしろ孤立した方がいいのかなみたいなところはありました。なんかボディコンとかフィジコンはフィジコンが高いんですけど、うん、だから近すぎると選手と、うん、なんかケインってそんなにさスピーディーになんないのかな、細かさがあるわけじゃないからね。シミオネとかってサントスとかって結構こうバーって上がってくじゃん、うん、乗りに乗ってっていう。ただケインの場合は一回ケインに経由してちょっとそのスピードダウンじゃないですけど背負ってもらってっていう、一回挟むでワンクッションなんでね、ちょっと3トップの、まあ、クロップでディフェンシブなんで、うん、まあ、あのサポートギルそんなに遠くないと思うんですけど、ちょっと距離感がある監督でちょっと今回はね、使っていこうかなということ、うん、まあ、もちろんワンタッチシュートとか持つのが結構強いんで、うん、こちらですね。まあ、やっぱこの3トップはね、幅が、そう、幅が出ますから、出るんで、最後から最後にね。まあケインとかね、やっぱそれぐらい、まあ、ボール持ててしっかり決めきる力もあってっていう選手だと、ね、やっぱ一番前に置いておくといいのかなということで、はい、相手の方はこれフェルサンですね。フェルサン中盤全員レジェンド、すごいよこれ、うん、ここら辺もね、あのしかも前2人はもう神の2人、いやーすごいっすね。そして、中央にグリーズマン、グリーズマン、しかも先場に、ルブニエスかな、うん、いるよということで、まあ距離感が離れてた方がいいところがね結構出てくるんで、なるほど、見ていただければ分かるんですけど、ボックスストライカーかな、いやーとここでここね、頑張れが。ソンさん言ったんですけど、あの裏には抜けないんで、やっぱりそんなにオフェンス高いから。まあそうだよね。ただいる場所がいいってところをね、まあ、見ていただければ。オフェンスセンス98はね、こういうのすごい。このパス結構いいんですよ。すごい、シュートみたいな。で、上がってくるんだよね。うん、で、もう一回回させて、来ないなら。来ないなら、ドスッと打っちゃってよっていう。すごいわ、やっぱり。そう、もうすごいんだから。全部自分でね。そうムーニーみたい、うん、あのケツからね、ムーニー珍しいってか懐かしい、いやいや、まだまだこういう感じ、やっぱケツからまあラインブレーカーじゃないんでそこそこ落ちてくるのかな、落ちますね、あのっていうかラインブレーカーを使ってる人からするとちょっと物足りなさ感じました。あスピードとか足とかそんな速くない、だから俺だからね、シミオネとかにそんな合わなかったんで、なるほど、使ってて正直なことやっぱり3トップで使うとすごい強さが発揮できたかなっていうところで、うん、さあここトミヤス入れてドンと構えてくれるんで、そうだね、結構入りやすいんですよ。さあここで奪われてメッシュで貯められて、あー怖い、あーやめろ、ロナウドムバッペです、あムバッペだあれロナウド変えた、変えてます、変えたか、調子悪いって感じはないんだけど、調子悪いことあるかないと思うんだけど、完全に俺ロナウドだと思ってたけど普通にムバッペのタップだし、こっから始まってる戦いは、そうさあ、ここケインで一回貯める、で、ソンさん、ソンさん、体、ソンさん、いや素晴らしい、ケイン、よいしょ、決めきる力、やっぱり決定力98出てますよ、でやっぱりここで離れた方がいいの、ちょっと、うん、でここで一回貯めて、ソンがここ粘って、ソンすごいわ、そう、ライジングソン、ああ素晴らしい、もう同じチームだから、そう同じ仲いい、心繋がっちゃってる、相棒ですから、うん、でここでしっかり決めてくってことなんで、あのまあもちろんクロスボール、ヘディングも結構強いんで、そうだ、ね、狙えていけるんですけど、やっぱ剣で一回貯めるってことか、うん、まあ、使っていく上では大事なのかな、あ怖いよ、これ大丈夫です、ね、センターバックにかかわすんで、やっぱりね、あとね、3トップで気をつけなきゃいけないのは、これクロップなんですけど、あの確かクロップのディフェンシブ、まあ、ディフェンシブちょっと下がるのかな、ラインが、うん、ちょっとちょっと下がるんだけど、やっぱ高いんで、依然として、うん、あの中盤でのあれはちょっとやっぱり集中してパス回さないと、ね、ね、やられちゃう、まあ、ただ、その代わりまあ前線3枚にこういるわけだから、そうそこに出せればっていうのは、そうですね、なるべくだからちょっと早めに出すのかな、うん、気持ち余裕を持ってみたいな、そこ入れて、ここで一回食いつかせて、アタック、いや、いいよ、でもう一回自分のゴール前入ってくるんですよね、うん、ケインがどうしてもどうしてもそう、素晴らしい、いい形で、いいよ、いや、惜しいね、ナイスだね、こう相手のディフェンダーがすごい頑張りましたね、そう、ただあれがもう狙いですよね、うん、ケインに食べて上がっていく、どうしてもどうしてもそこも、ラストズレて、めちゃめちゃなズレ方した、このパス、これこのパス出せちゃう、さら競争する気満々だったからな、さあここよいしょ、意外とフライパスとかグランダーパス数値もまあまあ高いんで、
こういう球をしっかり出せちゃうよっていう。だからやっぱりケイン何でもできる。この、 やっぱり3トップの真ん中って結構求められることが多すぎちゃって、なかなかね、そのなんつうの、この選手みたいなのがバッチッとハマるのって難しいんですけど、ケインは何でもあるね。そう、バーディーの時になんか3トップで使わないのみたいな感じで確か来てたんですけど、バーディーは3トップじゃちょっと厳しいかなっていうのはあって。ああ、なるほど。やっぱ選手によってね、結構このバーディーはどちらかというと近い方がね、近くでワンツーしてこう落としてドンみたいな感じの方がいいかなっていう。ケインの場合はあとね、フックススライカーじゃん、で、うん、3トップの真ん中にラインブレーカーを抜けてくるんだよ、ところ、うん、でもやっぱ居続けるってところも結構評価するところですね。結構いてくれるんですよ ね。ジェコよりちょっと軽いみたいな、ジェコちょっと遅いみたいな感じなんですけど、ケインちょっと速いみたいな。ジェコは両足切れるから、そうそうそう、ダメのよ。ケインも 2-3 ぐらいあるからね、うん、2-3 あれば 4-4 と全然違う。いや、まああるでしょ、2-3 はね、4-4と全然違う。まあまあまあ、3-4だったらいいけど、3-4。さあ、ここロードリー、ここもね、やっぱり低い位置にいて、このワンタッチはずれますけど、ずれてスライディング。さあ、もうすごいよ、大きい人がスライディングすると怖いよ。いいよ、いしょ、こんなアシストです。あそこも、ここ抜けた時にラインブレーカーが動き出すんだよ。結構なんか豪快にずれて、その後豪快に修正するね。そうそう。その後の修正の仕方が豪快やねみたいな。持ってますよっていうところで、さあここ、やめろよと。レムライネ、うん、ここソンさんから一回ロドリーで、メッティ落としてジエリニスキーでアグレッシブ下がるよ。いやすごい、80ぐらいだよね。80ぐらいです、うん、でしっかり打っちゃうか。こんなにもうどうですか、ないよあれ、消してるでしょ。あそこはまあ決めるよ、やっぱりどこ通ってたボール、やっぱ消えてる。98、消える球、消える球かい。そう、スイートなんとかしとテニスの皆さん、いやもう完全、いやそれ違う、それはあれだよ、光る打球か、それ光る打球だよ、それ全然違う。あー、うわー、あれよくすり抜けてた。あそこをやっぱり決める力はやっぱり結構ね、あそこ打てるのすごいよ。決定力高くないと打てないから、キック力もあるからね。そう、キック力もあるってところが結構偉いところなんで。まあ、ケインね、2019の時なんてオフェンスエース結局完走してた男だから。そうだね、もしかしたら習慣だったら完走するんだな。それこそ本当ブラックオブシャがね、ずっと相棒使ってた。いや使ってたよ、最近もう何点お前から決めたか分かんないよ。ケイン言ってたから、うん、こういうラウンド出しもできた。さあ、ああ素晴らしい、抜けてきて、よいしょ、しっかり決めちゃう。だから裏で抜け出せ抜け出せって言うんですけど、結構合間見て、そうだね、ここで抜け出す動きはやっぱオフェンスエース98はすごいよね。すごいっすよ、でしっかり体勢、ね、体が強いんだよね。だからちょっとその相手にこっつかれたとしても全然いけてない。そのままもう、そうかかってこいよって感じですね。3戦目ね、ちょっとまあ、早かったんでね、最後見ていきましょう。あ、ガスペリーニかな。そうだね、インモービルはいますね。メッシとクライフで両サイド、デブライネとアラバですね。ここら辺も怖いよ。さあ行きましょう。これね、相手3バック でこっちが3トップだと、はい、火力勝負になるよ。そう、うん、もう火力の押し合いになりますよ。いや、いいですね、こっからジェリスキー、いやーとジェリスキーがケインとことか上がってきたけど、ケイン、さあちょっとうまい、こういうパスです。チャレンジ、チャレンジ、まあまあまあいいんだけど、まあそんなにね、多発するもんでもないかなっていう、うん、おうまいっすね、いいですね。フィネスうまい人いるよね、結構やっぱり。フィネスはね、時折入れるとリズムが狂うよね。あー、ここはよ、ここしっかり大丈夫。トミちゃん、トミの飲めるなと。トミもずっと使ってるわ、トミガチ使うよ。そう、でもほんと使いやすい選手。さあだ、ここケイン、ケイン頑張れ、上がって、いや、いいよ、メッティ、メッシ、メッティ一回、デブちゃん、さあデブライネ貯めて、相手引いてますね、ここ、うん、そうだね、ベタビーてますよ。さあここどこで入れる、ちょっと待つよ、ちょっと待ってロードリーここにいるから、ちょっと待つよ、デブライネ、さあここちょっと待つぞ、まだ来ないぞ、うん、ちょっと待って、ここだ、ここ見るぞ、これですね、これですね、ここだ、ジェニスキからドン、待ってた男ケイン、これなんですよ、待ってました。うん、だからこうやってベタビーてくる人とかにはやっぱり中盤の選手上がらせるっていうのがポイントかな。そうだね、前の3枚だけじゃなくて中盤の1枚、まあ、ジェニスキやっぱいいね、ジェニスキ軽いし、やっぱ相手の方のシーン見てるの分かるんですけど、完成度全然進んないってクライフにずっと合ってるんで、うん、普通に、ね、外せばあそこで上がってくるんで、あそこはチャンスだったかなって。あ、怖いよ、怖い、やめてくれよ、メッシ抜けられて、いやー、いやー、うまい、インモービルに抑えられて一瞬ですよね、細い線を通してきました、ね、もうギリギリのところやられていきましたけど、やっぱ相手の方もあそこメッシュ流したところがね、良かったよね。インモービルだっけ、そう、実際にインモービル強いよ、本当に。インモービルいいわ、インモービルなんて俺たちのアカウント全部使って当たらなかった。ああ、まあそういうの多いね、と思う、おそらくね。
さあここ終盤試合も85分、さあ1対1の状況、これはもう熱いよ、最後だ最後だ、サラさあどうだ、サラ膨らんだ、サラ膨らんだぞ、うん、さあ走らせてブスケついてく、ブスケついてく、どうするどうするどうする、こっちへ、こっちへ、こっちへ、いえ、ちゃった、いやもう来ないんだったら俺撃つよ、波動砲やん、そうもうここでサラがこのケインの動きを見て逆にね、これあれだよね、なんかそのドリブル突破するとき邪魔しないみたいな、でこれわざとついてかさせるわけよ、で前のスペース開かない、うん、でこれ来ないじゃん、いやーここ打っちゃう、ワンステップ打っちゃう打っちゃう打っちゃう、ギリだったけどな、いやこれぞケインというね、最後あーすごかったね、出ましたけど、ね、刺してきましたね、やっぱりね、あのもうねオフェンスエース蹴ってる球者はちょっと自信持って打っていけるんで、うん、あそこら辺から狙っていけるってことが強みはあるので、ラッシュとかやっぱ89じゃないんで、あの辺ちょっと厳しいんだけど、まあ、そうだね、あそこは入らないな、そうただやっぱ98なんで、もう自信持ってあの辺から打っていけるってところがケインの最大の魅力なんで、表 TV アクアのものは今現状で言うと3トップ結構おすすめだったんで、3トップの真ん中がやっぱすごいいいかなっていう感じで、ぜひですね、当たった方はで、あのケインの使いどころ迷ってるって方はですね、とりあえずまあクロップとか3と、まあ多分モリッツ・プロイスとかジョアン・ペドロ・ソーダ、ジョアン・ペドロ・ソーダとかのグアディオとかでもね、うん、全然いいと思うんですけど、ぜひ3トップの真ん中で使ってみてます。そうですね、そういった感じですね、まあ、まだ他にもね、はい、いろんな選手、そうですね、これまあファンズチョイスだけでもまだちょっと紹介できてない選手とかもいるんで、たくさんいます、まあ、そこら辺もね紹介できたらなというふうに思うんで、はい、そういうのも見たいよって方はですね、ぜひチャンネル登録高評価してもらえるとありがたいです、はい、どうしようボー。